皆さんこんばんは。おお、今日は夕真面目スタートですよ皆さん。この時間久しぶりですよね。そうですね、まだ明るいうちからっていうのは、はい、なかなか久しぶりですね。ということで、はい、今回は何ですか。新年一発目の、はい、皆さん、はい、サポッティングサポッティングサポッティングエギング情報ということで、そういうことですね。言っていいの、私リール変えちゃったって。どうぞどうぞどうぞ、言っちゃリール変えちゃったんですよ。前の動画見てもらえば。エアリティ、あんまり行かない釣り具屋さんに行ってエギを買おうと思ったんですけど、まあエギの前にまずちょっとリール見てみようと3度見ぐらいしましたもん。え、探してるのこれだよね。すぐ銀行行きました。それを使いたくて、はいはい、もう手がもうこうなってるのよ、気持ちが。はい、干潮前の、まあ、夕まずめのタイミング、潮止まり前の夕まずめのタイミングということで、いいですか、新年一発目。はい、行きますよ。行きますよ、皆さんも一緒に行きますからね。一緒ですよ、一緒に行かないから勝てないんだ。勝ってサポッティング。右と左と。新年一発目のエギング調光ということでね、気持ち高めにね準備しております。まずはちょっとまだ火があるんで、ダブルサーチグロー、はい、3号ですね。こちらアピール力が強いエギ、これで探っていきます。もう活性いいのがいたら多分早いですね。で、漁港の湾内、お久しぶりエギ投げるわ。塩入ってきてる状態ですね、今湾内の方にね。この塩に乗ってプランクトンやったりベイトやったりイカさんもいろいろなね魚とかね入ってくる感じですね。やっぱりね、みんな外洋から攻めたくなっちゃって外洋からね投げちゃうと思うんですけど、湾内から攻めるのも一つですね。実績あるところだったらなおさら。塩は効いてないっすね。だるまだっぽ。手前のね駆け上がりのとこ、ほらあったいましたね。ここ言うた通り大きくないですけどね、気をしてよ。早かったですね、やっぱり。いや、ちっちゃいですよ。いいですよ。いいですか。どんだけ今まで釣ってたのよ。よいしょ。来ましたよ。手前の駆け上がりにちょっとなってるんですよね。そこがちょっとお潮が、うん、やっぱり地形の変化があるんでね。エギはサンゴです。アピール系のエギです。ヨジョリちゃん。はい。あ、でもリリースを。ありがとう。よし、ドンピシャできたね。気持ちいいわ。抱くならここやろうっていうのはですね、手前がね駆け上がりになって潮がね手前効いてたんですよ。なんで言っただけっす。言ったもん勝ちっていう。